ジョバンニ・バッティスタ・ビオッティは、イタリアのバイオリン奏者、作曲家、フォンタネット・ポー生まれ。ビオッティは、ガエターのプニャーニの下で学んだ。イタリア北西部に位置する都市トリノの宮廷に仕えたが、独奏者として、巡回公演も行った。パリへ訪れる前は、市、プニャーニと共に公演を行った。パリで、ビオッティは、名声を獲得し、1788年に、歌劇場。 テアトルでムッシュを設立するまで、しばらくベルサイユで働き、マリー・アントワネットに仕えた。フランス革命の勃発により、オペラを創作不可能になったため、ビオティはロンドンに赴く。ロンドンではハイドンとの親交があった。その後パリへ戻るも、ワイン事業を営むために演奏活動を断念。結局事業は失敗に終わってしまい。 1819年から1821年にかけてパリオペラザーの音楽監督を務めた。ロンドンで死去。バイオリン奏者としてのビオッティの影響力は大きい。ピエール・ロードやピエール・バイオを教えルドルフ・クロイツェルに大きな影響を与えた実績から、ビオッティは19世紀のフランスバイオリン学派の創設の父と呼ばれる。また、弓の制作者、 フランソはトゥルテに助言を与え、現在の一般的な弓の形を作り上げた。後に、ニコーロパガニーニに影響を与えたアウグスト・ドゥラノフスキも教えている。ビオッティの最も重要な作品は、かのベートーベンに影響を与えたとされる29曲からなるバイオリン競奏曲だろう。第22番イタン長、第23番都長長などが有名であるが、 とりわけ第22番位単調は上級の学生演奏家を中心に今日においても演奏頻度が極めて高い。ビオッティの作品の多くはバイオリンが顕著に活躍し、21曲からなる弦楽史重奏曲ではハイドンの開拓した均衡の取れた構成が大きく無視され、第一バイオリンが独奏の役目を果たしている。室内楽曲において彼は2台のバイオリンとバスなど、 より伝統的な組み合わせを用いている。他に2曲の競争公共曲、10曲のピアノ競争曲、そなたや歌曲等を作曲。ありがとうございます。